おはようございます。10時44分まさか4日連続来ると思いませんでした。3日連続のはずが4日来ました。行ってきます。さあ4日目ということで、昨日おととい3日前のどれかが空いていれば座ります。昨日は衝撃的でね、ワンワンが出てきたんですけど、最後私が一人が言うのを教えていただいたのが経験されます。まあ、ベンチ空いてるみたいですね。10回転回ってますね。おととい2万9000円負けた台をでかいと思います。1万円入れましたので残り9000円まで行ってみよう。はい、ではドローつなぎます。残り35枚残して1000円で当たりました。さあ2万9000円取り戻せるか。ありがとうございます。ありがとうございます。1000円のスタートの時はいつも負けてます。今日のトレーダーがすぐね来たかと思います。実はもうあれから2回当たっておりまして、これで合計4回という段階になります。ありがとうございます。まあですね、今日初めてのバー、これで数字が見えなくなるので、昨日ですね、664、そして1197、まあ、ここでもう1800と59出して約1000回でいかないぐらい、ビッグの感覚があったんですね。まあ、おととい、これ私が打った台なんですけど、まあ、おととい、昨日とハマったので今日狙ったら、朝一から調子がいいという段階で今、ガスさんが48分の1。手を離してしまいました。ゾロ目チャンスです。あれから終わったかなと思ったら絶頂はまだ続いてましたね。やばいっす。では全然2万9000円まだ取り戻せないですけど、そんな勢いです。お願いお願い、ゾロ目を聞かせてくれ。お願い、お願い、来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。時間も経たず8回上がりました。はい、ありがとうございます。まず力攻めます。あの後ですね、ものすごくハマっちゃいまして226ででしたね。ここで泥目だったので、そして337、ここで地獄でしたね。せっかく貯めたのが減ったな、やっぱ100回転で入らんなと思ったら当たってって感じですね。ここのバーがですね790回転ぶりのバーということでございました。さあどうなるか、ビッグ。おい、でもね、このバーはプラスなので、楽しんでいきたいと思います。よかった、4スルーするとこでしたね、ラグレンが。はい、今日初めての5連ですね、来てくれました。ありがとうございます。あの後58でバー、45でビッグということです。はめた分がね、これでビッグだと戻ってくる。ありがとうございます。それとね、昨日私が打たない、こちらですけど、これで94で終わってますけど、94で当たって終わったんですよね。今日158当たって3連してビッグしたんですけど、今日は3また全部突っ込まれて終わったという段階で理想を解けます。今日周りがですね、じゃんじゃんバリバリに、55で、ギザギザの歌に、なんか4回転で当たるあの音楽、ものすごく多いですね。はい、ありがとうございます。まずは光らせます。よし、あの後ですね、5連の後ビッグが150できて、バーが5回転で飲まれるかなと思ったら当たって、まあチャラで、まあここまで打ったのと一緒くらいかな。よし、これがビッグだとまた楽しめます。バーが4回連続、なんか
ビクトバーが追いつきそうな感じですけど、多分ね、これは大丈夫と思うんですよね。で、私のマウストロが、今ビクトが5連しちゃって、すごい、85分の1という形で、私の左の左が、6連して、一回まだってのがなかったんですけど、なんか周りすごいです。あの後すぐじゃないですけど74で再び、ペカラセルコントロールできました。さあこれでビッグだと500回転ぶりのビッグというふうになります。ペカラセます。さあ500回こういった場合はねブドウを狙いましょう。今500回転くらいなんですよね。ちょっとねボタンが、やっぱ500回転ピックは来てないです。はい、久々のチャンスだけですね。はい、ハマりましたね。今日400まで1回もハマってたんですけど330ぐらいがね最大だったんですが、一応ここまで、一応このピックがですね、このバーを全部出すと600回転ぶりのピックで、まあでもこの次の72が出たんでプラスだったんですよね、枚数的には。ただハマったんで一応ビッグ確定ということです。ありがとうございます。今4時半です。賞メダルがこれだけしかありません。かなりミスりました。521、ここがチャンスのね、当たったところなんですけど、このバーが850回転ぶりのバー、そして飲まれてまた追加で当たって、追加で当たってかなり入れて賞メダルがあれだけとなりました。お願い。よし。はい、力がこれくらいなんですけど、ちょっともう力つけるか力せきれないと思うんで、ちょっとゼロ回転ですけど、まあ、バーがね、15回ということで、まあ、1500枚、まあ、ビッグでいうと5回分違う、10回分か、6回分か、ビッグだと6回分なんですよね、ちょうど1500枚でですね、6回分なので、まあ、19に6回足して25で5000ね、5000回転まで、残り750回転ぐらいなんですけど、全然これだけじゃ750回転回らないですよね。まあ、それも考えても、ものすごく回転が悪いないと、いうことが、ずっと思っておりました。174でね、まあ、だったので昨日の台に行くか迷ってます。昨日の台はね、今のような計算をして7000円マイナスのような状態です。はい、なんとなんとあの30枚で飲み込まれます。この7回前のね、ここで見せたかと思います。それからこんな感じで、結局今40ペカリしてるんですけど、22の18だいたい合算でも合算します。回転今5436なんですが、単純にね、出玉出メダルを計算しても、まあ、50枚で40回転としても、最初1000円入れましたので、で10回転待ってますので、だいたい5800回転ぐらいは待っとかなければいけないんですけど、全部飲まれた時にですね、それがまだ350回転ぐらい少ないということで、ものすごく回転がやっぱり悪かったですね。このまま1000円負けという形になります。ご視聴ありがとうございました。外も暗いですね。どういうことだ、40回ピカらせて、まあ、やめきれん自分が悪いんでしょうけど、現在、19時前ですね。なんか悔しかったんでまた喋ってしまいました。山が、はあ。
一時自粛するかもしれませんが、多分家におればね、また手から臭くなってくるので、無理なくね、遊ぶ感じでやっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。